ホラハの秘密基地。はい、高評価、はい、高評価。もうこの瞬間に高評価。あのエヴァカラーのキベレ最高だろ。動画をご覧の皆さん、こんにちは。オーナーファーです。オーナーファーです。オーナーファーです。ってことでね、皆さんどうも、こんにちは。オーナーファーです。はい。今日はね、これですね。はい。もう言わずと知れたね。うん。キューベレですね。うん。これをね、作ります。で、ただ作るんじゃない。今日は。時短でね、時短。まあ、時間短縮で、ランナー塗装します。で、なんでそういうことするのかというと、俺の友人がね、トールギス3のね、チタニウムフィニッシュを買ったんですけどね。まあ、俺は先週から知ってたんだけど、友達がそれアンダーゲートだと思ってたらしくて、なんか見てびっくりしたんだって。え、1万円超えなのに、ランナーが普通のランナーなのみたいな。アンダーゲートじゃねえんだって。さあ、そうだろよ。あと俺、トールギスもきっと持ってんもん。普通にアンダーゲートじゃねえよ。で、特にね、トールギス3のさ、ヒードロッドの部分かね、ニッパーで切るとさ、下地のさ、プラの部分が見えちゃって、なんか、ブズ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 ってな、性病みたいに、コンジロームみたいになっちゃって、いや、1万円超えるんだったらアンダーゲートにしてよとか言っててさ、いや、それは無理な話でさ。うん。まあ、あと俺に言わせればさ、もうバンダイさんさ、もうこういうキュベレーとかさ、まあ、ガンダムとかさ、そういう主役クラスはさ、どうせ何かしらのスペシャル仕様出すんだから、最初からさ、アンダーゲートにしといてみたいなのあるけどね。うん。でですね、まあ、なんのかんの言ってこれ、まあ、ランナー塗装するんだけど、自分でさ、ね、自分で色を配合して作る以上さ、その、リタッチ用の塗料はまあ、あるじゃないですか。だから、これもさ、その、ランナー塗装してさ、その、まあ、リタッチ簡単じゃん。だから、これはね、ランナー塗装時短に向いてるキットだなと思ったんですよ。うん。合わせ目も、ないんです、実質上。2箇所あるけど、腕と頭部にあるんだけど、まあ、気にならない人は気にならないかなって思うんだよ。だから今日はね、これをね、ランナー塗装しているんだよ。うん。キットによったね、ランナー塗装、俺、あれだと思ってるんでね。うん。まあね、ちょっと今日これランナー塗装して、どんだけ時短できるかっていうことをね、やってみようと思います。はい。はい、ということでね、ランナー塗装がね、仕上がりました。で、結論から言うと、これっぽっちもね、時短にはなってません。もう時短どころかね、時間短縮どころかね、時間が、増幅しました。地蔵。うん。やっぱね、プラモはね、手間暇かけてチンポだよね。あ、なんぼだよね。うん。だからね、手間暇かければ、プラモはね、答えてくれるから、絶対に。うん。手間暇かけて、なんぼ、チンポ。まあ、とりあえずね、組んでいきましょうか。はい。はい。ということでね、ランナー塗装をね、終わったものをね、組み上げるとこうなります。ではね、早速、下部と陰部を見ていきましょう。陰部を舐めていきましょう。はい。正面は、ケンネケンジ。側面は、ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。好きなアーティストは大月健二ってことでね。今回このキットね、合わせ目小筋がないとはいえ、まああるんですよ、数箇所。まあ腕とかね。うん。頭部にあるんだけど、今回無視してます。うん。時短なんでね、今回の目標は。うん。で、結果的に言うと、朝の8時半からもう塗り始めて、で、組み始めて、で、今、夜中の12時半なんですけど、うん。まあ、一応、ね、6時半頃起きれば、まあ、なんとか、24時間で終わったんじゃない？結局のところね、24時間かかりましたね。うん。1日っすよ、ズバリ。うん。まあ、普通1日じゃ終わんないからね。合わせ目小筋消したりとか舐めたりとかさ、まあ、いろいろやったらまあ、1日じゃ終わんないけど、まあ、でも一応、24時間で、終わるってことが分かった。うん。あと2時間早く起きてれば、6時半から始めてれば、多分終わってたと思うんだよね。うん。だから、まあ、ランナー塗装、一応時短にはな、まあ、まあ、こんなひどい出来だけど、一応時短にはなってるよね。うん。まあ、ほんとひどい出来だよ、これ。汚ねえもん。うん、汚ねえ。いつもの俺のクオリティじゃねえよ。こんなもん。しかもね、このね、せっかくエヴァカラーにしたのにね、この、グリーンの部分ね、エヴァネオングリーンスって、蓄光塗料なんですよ、蓄光塗料。光るんだよ、これ、電気消すと。で、じゃ消せよって言うかもしんないけど、今消したんだけどさ、消し取ったんだけど、全然光んなかったね。肉眼じゃないとわかんないレベルなのと、あと、俺のカメラの性能だと、
その光を拾えないんだよね。なので、あえて見せません。うん、だって光ってねえんだもん。あれじゃね、俺の上司のハゲ頭の方が光ったんですね。うん。ってことはね、いやー、1500円した蓄光塗料無駄じゃねえかっていうね。うん。まあ、使い切ってねえから、何回使えるけど、でも光ってねえからね、全然。光んねえからね、これ。全然。うん。まあ、俺のやり方が悪いかもしんないと、薄め方もさ。まあ、別の動画で見たとき光ってたな、誰かのが。うん。まあ、俺は失敗したってだけで。うん。この塗料をね、否定するわけじゃない。汚いよ、マジで。うん。もっとうまいから、俺作るの。でね、これ、エヴァ消防機っぽくしたんだけど、全然そんな風に見えないでしょ。ね。うん。まあ、俺の配色センスがね、まあ、ゴミみたいなもんだからね。そうそう。おとといかな、生釣りに行ったんですよ。いつものラフな格好でね。帽子、マスク、T シャツ、ジーパンで行ったんだよ。そしたらね、川の対岸にさ、犬の散歩しているさ、まあ、多分25、6ぐらい、いや、もしかしたら30かもしんないけど、まあ、遠目でも美人だなっていう、若い女性がいたんですよ、26の。で、俺の方見てさ、何が釣れるのって言ってきて、で、俺が、ナマズって言ったら、釣れたのって言ってきて、釣れないって言ったら、頑張ってねって言っちゃったんだよ。あの子多分目が悪いんだろうね。だから俺のことが多分高校生か、大学生に見えたのかな、子供に。俺言っとくけど、182にあっかんね。182。うん。俺が多分その、おっさんに見えなかったんだろうね。遠くだったから。あとは格好がちょっと若づけだったからさ。でもなんか、俺に対してそのなんだろう。なんか、いかにも年下の子供に対する接し方みたいな言い方にね、興奮してね、もうガチガチに鬼ぼっきしましたね。もう帰って速攻に行きました。はい。ってことでね。まあ、このキュベレーね。こんな感じなんだけど、まあ。まあ、そのね、キットが1800円で、このグリーンの塗料が1800円っていうね、もうね、匂うとやんねえよ、こんなこと。はい。そうそう。あとね、この前ちょっとプラモ買ってきたんでね、ちょっとね、自慢していいっすか、自慢。長年俺が探しまくってた、キットをね、やっと見つけたんでね、じゃ自慢させてくださいよ。はい。ちょっとキベレちょっと置いといて。はい。これですね。入んねえけど。はい。はい。長谷川さんのね、ヤマトっすね。なかなか売ってねえんだよ、6800円。安いよ。安い。うん。これ、タミヤさんのだったら、1万円超えるよ、普通にね。そう、タミヤさんのちょっとヤマト見たことないけど、1万円超えるんじゃない。長谷川さんは基本的にね、タミヤさんのキットと比べると、値段が多分3分の2ぐらいかな。うん。ヤマト。ダイワ。うん、ダイワ。うーらほーらほーらほーらもう長谷川さんのキット出してたからね、ちょっとね、荒々しい作りがいいね。長谷川さん信者だからね。うん。まあ、タミヤさんがコカ・コーラなら、長谷川さんはペプシコーラみたいなもんだから、まあ、それぐらいに良さがあるってわけよ。はい。ちょっと中見る、ちょっとだけ。中身見る？パンツの中身。うん。このデカさ。大興奮。見てこれ。この船底。ね。うん。こんなもんだからね、キベレが。でかい。でかすぎる。もう、これだけで満足。多分つくんよ、これ。うん。もし俺がほんとガンプラに飽きた日が来たら、まあ来ないと思うけど、まあ俺はこっちに走るね。うん。今すげえ、満ペの、ブッ、ブッって満ペみたいな音がした。箱が満杯したよ。はい。ということでね。ヤマト買ったよっていうね。こういうことでした。はい。まあ、というわけでね、皆さん、ガンプラはね、焦らず作りましょうよ。うん。時短するぐらいだったらね、作んない方がいいよ。
うん、ちゃんとあの時間かけて、あの3日でも4日でも、ね、5日でも、好きなだけ時間かけてやんなさいよ。だってセックスと違って個人プレイなんだから、セックスじゃまあ相手がいるからさ、そんなね、2日も3日も4日もかけらんねえけど、顔にもかけらんねえけど、でもほら、プラムは個人プレイだから、もう完全なオナニーだから、もう自分のかけたいだけ時間かけて、もう自分のタイミングで、もう射精、爆射、うん、もう爆射しても、便所の壁にでもぶっかけろや。はい、ということでね、お疲れ様でした。バイバーイ。